今日はですね、坂口安吾のデカダン文学論の中から坂口安吾の夏目漱石論というそういうものを紹介したいと思います。これがですね、すごく面白いんですよね。例えばですね、夏目漱石の心、この YouTube を見ている人だったらですね、心は読んでいるだろうというふうに思うんですけれども、心を表してですね、このように書いてありますね。彼の作中人物は学生時代のつまらぬことを自責して2、30年後になって自殺する。奇想天外なことをやる。そのくせ彼の大概の小説の人物は家庭的修正というものにギリギリのところまで追い詰められているけれども、離婚しようという実質的な生活の成長について考えを起こしたものすらないのであるっていう、こういうようなことを言っていて、心のですね、主人公の先生ですね、あの人が学生時代のつまらぬことに自責して、奥さんを取り合ってですね、その友達が自殺してしまうんですけれども、奥さんを取り合ったことによって、そしてですね、主人公の先生に負けてしまって、それをですね、苦にしたのかどうなのか分かんないんですけれども、自殺してしまうという、そういうようなことで、これをですね、学生時代のつまらぬことに自責して2、30年後になって自殺するっていう、それを苦に、先生も自殺の手紙をですね、かなり長文の手紙を書いている、そういうことなんですけれども、さらにですね、夏目漱石の門ですね、門についてはこうありますね。自殺などというものは開墾の手段としてはナンセンスで、三門も値打ちもないものだ。よりよく生き抜くために現実の修正的道徳から踏み外れる方がはるかに誠実なものであるのに、彼は自殺という不誠実なものを誠意あるものと思い、離婚という誠意ある行為を不誠実と思い、このナンセンスな錯覚を全然疑ることがなかった。そして悩んで禅の門を叩く。別に悟りらしいものもないので、そんなら仕方がないと諦めるっていう、こういうふうにありますね。夏目漱石の心であるとか、門であるとかですね、夏目漱石三部作っていうその門であるとか、そういうような作品がですね、結局何だったのかっていう、そういうことなんですけれども、現在においてですね、離婚率っていうのが上昇しているらしいんですけれども、3組に1組とか5組に1組が離婚するっていう、そういうようなことなんですけれども、これですね、なぜ離婚 しては良くないのかっていう、そういうふうなモラルみたいな、そういうことがあるんですけれども、離婚してなぜ良くないのかっていうとですね、昔は、結婚というのはですね、恋愛結婚、昔も江戸時代においてもですね、恋愛結婚もあって、家同士のですね、見合い結婚みたいな、そういうものもあったんですけれども、大体において武士においては、見合い結婚というか家同士の、結婚という、そういうようなことで、農民ですね、下層階級の下層民の人たちは恋愛結婚が、特に西日本においてですね、西日本においては恋愛結婚という、そういうようなものが多かったっていうふうに、そういうふうにされているんですけれども、このようにですね、恋愛結婚においては、離婚するっていう、愛が冷めればですね、離婚するっていう、そういうようなことはありふれていて、何回もこう結婚する、何回も離婚するっていう、そういうような人ですね、かつては多かったんですよね。もう今もいると思うんですけれども、そしてですね、武士において家同士での付き合いで結婚したっていう、そういうようなことになると、なかなか離婚しにくいっていう、そもそも好きで結婚しているわけではないんで、家の都合で結婚しているんで、お互いですね、尊重し合うみたいな、ある程度の距離を保って夫婦生活を営むので、そもそも離婚しにくいっていう、そういうようなものもありますし、このようなですね、武士的な結婚と、村的な結婚ですね、農民的な村的な結婚っていう、そういうようなことあったんですけれども、明治以降ですね、この、村的な結婚っていうものが、だんだんですね、排除されて、家同士の武士的な結婚っていうのが称賛されるみたいな、そして恋愛結婚も同時に称賛されるという、そういうようなことになってですね、恋愛結婚で結婚しても武士的な家同士の付き合いっていう、そういうふうなことを守るっていう、ある種のですね、村的な結婚、武士的な結婚の、倫理的なところを融合したようなですね、そういうふうな形態に、明治維新以降徐々になっていくんですけれども、それをですね、後押ししたのが夏目漱石っていう、
そういうようなことで、坂口安吾もですね、好きで結婚して好きじゃなくなったら離婚すればいいじゃないかみたいな、そしてぐだぐだ悩んでですね、昔のことを、そして離婚せずに自殺するっていうのは奇想天外であるっていう、そういうような、まあ、そう言われれば最もだなっていう、そういうようなことなんですけれども、まあ、明治維新以降ですね、まあ、近代っていうものがこう、まあ徐々にですね、まあ、進歩みたいな、そういうようなことになっていって、まあ、近代を推し進めるみたいな、そういうことになっていって、恋愛結婚と物質的な結婚っていうのを両立させるっていうような、そういうふうなこう状況になってきて、まあ、それをですね後押ししたのが夏目漱石で、まあ、その結果ですね、まあ、婚姻率が、まあ、生涯未婚率がですね、何十年か前までは、まあ何パーセントか 2% とか 3% とかっていう驚異的な婚姻率っていう、生涯未婚率っていうのを日本は叩き出していたんですけれども、なかなかそういうふうなことが維持できなくなってきて、現在ですね、生涯未婚率が 20% であるとか 25% であるとか、これが10年後20年後には 30% になるであろうとか、そういうようなことになっていって、これはですね、まあ、夏目漱石的な世界観っていうものがだんだん崩れてきているのではないかっていう、そういうふうに思われますね。まあ、ですから現在ですね、夏目漱石っていうものを読んでもなかなかですねピンとこないのではないかっていうふうに思われますね。そして坂口安吾の言葉がですね、まあ、戦前戦中戦後っていう、まあ、そのような、まあ、かなり短い時間坂口安吾活躍したのがですね、まあ、何年かなんですけれども集中的に活躍したのが、まあ、そのような坂口安吾の言葉が、かなりですね現代において力を持ってきているっていう、そりゃそうだよねっていう、まあ、夏目漱石の、まあ、心であるとか門であるとかっていうのは、何かこだわりすぎだよねっていう、そういうふうなこう、まあ、時代の転換っていう、そういうようなことに現在ですねなっているのではなかろうかっていうふうに、そういうふうに思われますね。そして坂口安吾はこの転換をですね、まあ 戦前ですね、まあ、戦中のちょい前ですね、昭和14年とかですね15年とかに、もうすでに体感していたっていう、かなり、まあ、面白い、かなりそしてですね言葉の力にあふれたですね、そういうような作家であろうっていうふうに、思ってですね、現在ですねもっと評価されてもいいのではないかっていう、そういうふうに、まあ、坂口安吾がですね評価されるような社会っていうのは、まあ、どうなんだろうという、そういうような考え方もあると思うんですけれども、とにかく読んで面白いんでね、面白いので、まあ、もう少しですね現在のにリバイバルされても、坂口安吾がですねリバイバルされてもいいのではないかっていうふうに私は思ったりしますね。今日はですね日本文化史館というこの、まあ、講談社文芸文庫の中に収録されている、まあ、デカダン文学論、これ、まあ、青空文庫でも読めるんで、まあ、このデカダン文学論の中から、まあ、坂口安吾の夏目漱石論という、もう奇想天外な夏目漱石論というのを、紹介させていただきました。今日の動画は以上になります。